海の始まり。今回は二人の女性の切ない過去の物語でした。もしも水木が生きていたらどうなっていたのでしょう。でも生きていたら海のことは内緒のままだったのかもしれません。そして弥生は、当時は支えてくれる人が欲しくて、どうしようもない孤独感と罪悪感で押しつぶされそうだったはず。でも今の弥生には一緒に悩んでくれる夏がいます。これからのことはわからないけど、水木の存在を受け止めようとしている弥生は、しっかりと現実を見ようとしているのだと思いました。第5話では、夏休みが取れることになった夏は、海とどこかに出かけようかと、茜に尋ねる。茜は、弥生と出かけることを勧めるが、夏は、弥生から海と過ごす時間にしたらいい、と言われたことを伝える。すると茜は、夏が南雲家に一週間住んでみることを提案する。夏が泊まりに来ることで、海は大喜び。そんな時に、茜は夏の両親に挨拶しなくてはならないことを口にするが、未だ夏は家族に伝えられていない。さっさと話しなさいよ、と夏をせっつく茜と、言い訳がましい夏のやりとりを見て、海はママみたい、と笑う。アパートに帰宅した夏は、南雲家に夏休みの一週間泊まることを弥生に伝えた。7歳の女の子は自分で髪を結べるのか?と聞く夏に、練習する?と自分の髪をほどく弥生。三つ編みの練習をする夏に、弥生は幼かった頃の記憶を話す。そして、自分の親に合わせていないことを夏に詫びて、家族のことを嫌いなの、と語る。予告動画では、初めて海の髪を乾かす夏は、ぎこちない手つきだけれど、海は嬉しそう。海は、転校したくない、と寂しそうに話す。夏が実家に海を連れて行くと戸惑う家族。男だから体が傷つくこともないし、と雪子は息子たちに話す。水木が内緒で海を育てていたことを知った月岡家は、運命のいたずらなのかもしれませんが、とても難しい問題が夏に降りかかっています。いえ、夏だけではないですね。弥生にとっても人生を左右する可能性のある大きな決断をしようとしていました。これから二人はどのように海と関わっていくのか。少し考えただけでは結論を出すことはできないけれど、一歩ずつ海の存在が大きなものへと変化しているのは確かなようです。今回のお話は、海は角に夏と遊んだ時のことを電話で報告していました。海にとっては親子ではないこととか、ママの友達だからということではなく、水木と自分に関わったすべての人がいなくならないでほしいのでしょう。でも、角にとっては、夏が現れたことで、海とはこれまでのように気軽に会える間柄ではなくなったことを伝えていました。彼はどの程度、水木親子と関わっていた存在だったのでしょうか。きっと、角は水木のことが好きだった。でも、水木には、ずっと夏が心に残っていて、海を見ながら夏を感じていたかったはずです。どこかのタイミングで海の存在を
夏に伝えるつもりだったのか。彼女が生きている間は黙っているつもりだったのでしょうね。水木にとって夏はやはり生涯愛した人。夏が近くにいなくても、一緒に暮らしていなくても、海がいればそれでいいと思って育ててきたのだと思います。水木は妊娠の事実を親に相談していましたね。夏のことを縛りたくない。だから一人で産みたいと思っていることを伝えました。要するに事後報告のような形ですね。茜にとって水木は不妊治療をしてやっとの思いで授かった大切な娘。大切な存在の我が子がシングルマザーとなる道を選択しようとしているのです。明らかに無謀な決断なので、茜が反対するのも無理はありません。そして、水木にとっても母の思いは幼い頃から聞かされていて、愛情を注いでくれていたことも理解しています。だから、現実的に考えると、子育ては甘いものではないという母の気持ちも分かっていました。それでも、お腹の子を失いたくない。産んで育てたかった。深く愛した夏の子だし、名前も決めていた。そして、父に後押しされたこともあり、産む決心をしました。水木は、そんな強い思いで、海を出産していたのです。彼女は、母になる覚悟も、何もかも、自分で決めて、海を育ててきました。でも、病が、親子二人を切り離してしまうのです。一方、弥生は身ごもったことを元恋人に話して一緒に育てようと言って欲しかった。当然、結婚できるものと思っていたのでしょう。喫茶店で注文したコーヒーは体のためにノンカフェイン。ところが、全く違う言葉を告げられ、母親に相談しても中絶する選択しかないと、突き放されました。どれだけ心細かったことでしょう。自分一人で産み、育てる覚悟もなかった。怖くて、寂しくて、親になる自信も何もなかった彼女は、手術をする選択をしてしまいました。あの時、元彼にとって、弥生は、結婚や親になる覚悟ができるほどの対象ではなかったのか。責任って手術費用を支払うこと？お金を払えば責任を取ったことになるのですか？男はそれで責任取ったつもりかもしれないけど、弥生の気持ちを置いてきぼりにして、一人で手術台に上がらせて、それでおしまい？もっと弥生の気持ちを聞いてあげて欲しかったし、寄り添ってあげて欲しかったと思いました。どれだけ彼女は怖くて、寂しくて、切なくて苦しかったことでしょう。自分で決断して中絶するのと、不可抗力的な形で中絶するのとでは、大きな違いがありますからね。弥生は、子供を殺してしまった自分が許せません。海と同じくらいの年頃の子だったから、彼女と重ねてしまうのです。だから、海が夏の子供なのであれば、自分が母親になることで、あの時に果たせなかった思いを叶えることができると考えた結果、結論を早く出させたかった。中絶の事実を夏に伝えたとき、彼女はブレンドコーヒーを飲みました。このシーンは胸が苦しくなりましたね。夏は弥生の元彼とは違って、逃げないで
真剣に時間をかけて考えようとしているし、弥生の思いも受け止めようとしています。相談すら成立しなかったあの頃とは違って、夏は弥生の気持ちも海のことも考えようとしていました。決して逃げるような人ではないこともわかったのです。今の弥生には、夏が一緒に考えてくれることが大きな支えであり、改めて一緒にいたいと思える存在になりました。その結果、しっかりと水木のことも受け止めようと思って、仏壇に手を合わせていたのでしょう。茜にとっても、弥生を見る目が変化しそうです。今度は、夏の実家へ報告するのでしょうか。いきなり7歳の子の存在を知ることとなった家族は、面食らってしまいますよね。次回も目が離せません。では、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。